はい、皆さんこんばんは。心療内科医竹雄がお送りする心身健康 TV の時間です。体も心も健康にということで、今回も最後までお付き合いください。今日のテーマはこちらですね。肥満の誤解3選ということでお話したいと思います。今日のテーマは肥満です。で、検診ですね。皆さん受けられてますかね。学校検診、職場検診あると思います。で、その中でですね、身長体重から算出されるこの BMI ですね。ボディマスインデックス。これ皆さん計算式が出てきているかなというふうに思います。で、日本ではですね、この BMI25 未満以下ですねを肥満と定義しているんですけれども、肥満に対する誤解っていうのは非常に多くあるんですね。なので今日はこの肥満の誤解を3つ解説してみたいというふうに思います。はい、まず1つ目の誤解ですね。まず1つ目の誤解は、肥満イコール肥満症であるっていうことですね。これね、ものすごい誤解されてるんですけれども、実は肥満イコール肥満症ではないんですよね。ここに書いてある肥満診療ガイドライン2016って書いてあるような、この肥満に伴う健康障害ですね。この11個のうちにいくつかあるという場合に肥満症という疾患ですね、病気というふうに診断することができます。なので、単純にこう過体重ですね、体重が増えていて BMI が高いということだけではですね、肥満症ということはできないんですよね。で、具体的にどういう病気があるかというと、体糖の異常ですね、要は糖尿病とか糖尿病の予備群みたいなものですね、あと脂質異常症、高血圧、あと高尿酸血症とか痛風ですね、冠動脈疾患といって心筋梗塞とか狭心症、あと脳梗塞ですね、脳血栓症とか一過性脳虚血発作 TIA っていうふうに我々言いますけども、こういうものとか、あと脂肪肝ですね、特に非アルコール性の脂肪性肝疾患 NAFL っていうふうに言いますけど、こういったもの、あとは月経異常、不妊とかSAS ですね、睡眠時無呼吸症候群、あとは肥満低下期症候群、これも肥満症の疾患の一つになります。あとは運動器疾患っていうふうに書いてありますけれども、よくあるのはこの変形性の関節症ですね、膝とか股関節の変形ですね、あとは変形性の脊椎症、あと手の指の変形性の関節症、こういったものも肥満関連の健康障害ということになっていて、で、最後に肥満関連腎臓病というのもあります。はい、続いてですね、肥満の誤解2つ目ですね、その2ですけれども、その2はじゃじゃん。この薬物療法だけで十分であるっていうような誤解ですね。で、実はですね、海外では結構ですね、この肥満に対する薬物療法っていうのが進んでいてですね、いろんな薬剤が実際発売されています。で、ただですね、この肥満に対しては、この食事療法、運動療法などですね、さまざまな治療の組み合わせっていうのが必要なんですね。で、薬物療法だけではね、十分ではないんです。で、巷にですね、〇〇ダイエットみたいな感じで、お薬のですね、個人輸入とかですね、あと自由診療、こういったものでお薬だけで治療してるっていうクリニックもね、なくはないんですけれども、日本人では検証されたデータがないんですよね。なので、個人的にはお勧めいたしません。現時点ではですね。はい。で、肥満の誤解その3ですけれども、3つ目は、肥満症の治療は肥満を治すだけで良いっていうものですね。これもですね、大きな誤解で、実は肥満症の治療って先ほど言ったお薬以外にですね、手術療法、これね、海外でものすごいやられてるんですけれども、実は手術療法をするとですね、逆に自殺率が上がるっていうようなデータもあったりするんですね。これはちょっと考えたら分かると思うんですけれども、食べるっていうことはですね、その食欲があるから食べるっていうことになるんで、その食欲をですね、強引に抑制されてるっていうような、そんな形になるので、この食べるっていうストレス対処行動が失われてるっていう、その結果っていうことになってしまうんですね。なので、その代替手段ですね、代替行動の模索も必要なんですね。で、あとは合併症の管理ですね、こういったものもものすごい重要です。なので、肥満症の治療っていうのは、一口にこの肥満を治す、その体重を適正に持っていくっていうだけではなくて、さまざまな心理的な介入も重要ですし、あとはその心理的なケアの必要性もあるというのは、ぜひ知っておいていただきたいなというふうに思います。で、肥満とかですね、肥満症は近年心療内科領域でも大変注目されているんですね。肥満診療に心療内科医が関わっている病院とか施設とかもありますので、ぜひ知っておいていただけたらと思います。はい、というわけで最後までご視聴いただきましてありがとうございました。何かわからないことありましたら、ぜひコメント欄にいただけたらと思います。では、次の動画でお会いしましょう。興味津々。